頼んでたものは揃ったか？うん、ここにあるよ。いつ始められそう？スピリットストーンは調整済みだ。すぐにでも始められる。約束通り、まずカチーナの孤名を見つけるのを手伝おう。それが終わったら、今度はお前たちの力を貸してくれ。ああ、なんだ。ああ、そうだ。マルコが死んだ後、戦場を見てきたんだ。あいつが負けたのは、とてつもなく強い敵にあったからじゃない。数えきれないほどのアビスの魔物に囲まれたせいで死んだんだ。もしあの時俺がいたら、前もって危険を察知できていた。敵陣に足を踏み入れないよう、慎重にチームを進められたはずだ。あの日から、俺はずっと自分を責めてきた。そしてお前たちからカチーナのことを聞いて、ふと思ったんだ。もしかしたら、マルコも死んでなんかいないかもしれない。まだ矢神の国で抗ってるかもしれないってな。でも、もう何年も前のことだって聞いたぞ。あそこにいる命は、だんだん他の多くの魂と一体化するって、エンジンが言ってたけど。いくら小さな可能性でも、試してみたい。あいつと約束したんだ。アビスを掃討できなくとも、最後の瞬間まで共に戦おうってな。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろう。概念としての孤名を捜索してる間、周囲に欠片が散らばるかもしれない。その欠片を集めてくれ。それから、戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り、スピリットストーンによって、現世と矢神の国が繋がれば、アビスの力が湧いてくる可能性がある。あの金色のやつが、スピチャマの言ってた欠片じゃないか？近づいてみようぜ。射撃準備。ビチャマ、まだか？もうすぐだ。もう少し待ってくれ。
受け取れ、早く。カチーナの孤名を見つけた。待ってろマルコ、あともう少しだ。おかしい、アビスの力がどんどん強まってる。彼の体がアビスに侵されてる。リチャマ、このままじゃ。この命は5年前に亡くなるはずだったもんだ。頼む、もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。ありがとう。マルコ、クソ、なんで見つからないんだ。どうして。これ以上待てない、ムアラに彼を引き離せ。試したけど、アビスの力がしつこく絡みついてて、まるで見えない鍵縄が彼とスピリットストーンを縛ってるみたい。仕方ない、すまん。シトラリ、避けろ。あのまま放っておけば暴走していただろう。他に止める方法もなかったから壊すしかなかった。お前たちは爆発の衝撃で吹き飛ばされたんだ。しばらくめまいがするだろうが、よくある症状だから心配はいらない。次からは何かやる前に一言言ってよね。さっきはすぐに動けたからよかったけど。避けろと言ったろ。もう、それでも間髪入れずに壊したじゃん。みんなが君みたいな瞬発力を持ってるわけじゃないんだよ。私たち全員派手にやられるところだったんだから。次から気をつける。にしてもカチーナちゃんの孤名が無事でよかった。あれ、ビジャマは？ビジャマ！ビジャマ。結局マルコの孤名は見つからなかった。もう消えちまったのかもな。孤名が消えればそいつは永遠に帰ってこられない。こうなるだろうって最初から予想してたが。やっぱ手遅れだったか。あいつらが出発したあの瞬間からもう手遅れだったんだ。ビジャマ。彼はここ数年さまざまな慰めの言葉を耳にしてきたはずだ。しばらく一人にさせてやろう。おお。ビジャマの手の中で何か光ってるぞ。手？これは。おいマルコ、まだ力は残ってるか。剣を振る力は残ってないが、喋る力ならまだある。喋れたってしょうがない。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないしな。本当にここで死ぬのか。死ぬのは怖くないが、お袋が知ったらどんな顔するかちょっと想像がつかないな。その点俺はマシだ。両親は早くに亡くなったから悲しませずに済む。
ピサ君。だね。厄介事を人に押し付ける癖、いつになったら治るんだよ。最後の最後まで俺に見送れっていうのか。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないか。でも万が一ってこともあるだろう。ビーチャマ、君は来なくてよかった。悲しむ必要はない。俺の分までしっかり生きてくれ。今回の釣りは収穫が皆無だったわけではなかったな。ああ、またあいつの姿を見れて、あいつの声が聞けて、心の底から嬉しさがこみ上げてくる。だが、喜びの後に押し寄せてくるのはさらなる苦しみだ。苦しみ？なんでだ？マルコはいつもそうだった。何の未練もないように振る舞ってたが、あいつの手はずっと震えてたし、かろうじて笑みを絞り出してた。あいつと共に戦えなかったことを俺はここ数年ずっと後悔していた。まさか命が尽きる瞬間、あいつも友のことを考えてたとは。リちゃんも。俺は大丈夫だ。族長のワイナは最初、お前たちが八神の国へ向かうことに反対してたと聞いた。実は俺も迷ったんだ。コメを探すことを手伝うのは、つまりお前たちを死地に追いやることだからな。だが一方でお前たちの気持ちは痛いほど理解できた。生きていれば多くの後悔に苛まれる。やり直せるチャンスはほとんど与えられない。罪悪感が心の中で膨らんでいけば、戦士にとって何よりも貴重な資質が奪われちまう。なら最初から最も勇気のいる道を選んだ方がよっぽどマシだ。もし過去に戻れるなら、俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても、あいつと最後まで共に戦えただろう。今になってようやく分かったよ。一度機を逃したら取り返しのつかない重要な選択があるってことにな。だがお前たちはまだその選択の岐路に立ってる。俺と同じような悔いを残してほしくない。うん、ありがとう。君の言葉のおかげでより決心が固まったよ。安心して、必ずカチーナちゃんを連れて帰るから。私はあの子を必ず見つける。だって約束したんだもん。絶対に一人にはしないって。ならよかった。なんだ、体が。ひとたびアビスが体内に入れば、その一部が臓器と同化してしまう。たとえ旅人の浄化能力をもってしても、アビスの影響を完全に取り除くことはできない。幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試してみるといい。例えば呼吸の頻度を下げ、意識的に精神を鎮めるのも有効だ。だいぶ良くなった。かなり詳しいんだな。ただの経験談だ。大したことはない。とりあえずカチーナちゃんの孤名を手に入れたから一歩前進だね。まずはビジャマをかがり木の民のところに送ってあげて、ワイナにも知らせよ。スピリットストーンを破壊するしかなかったこともワイナに謝らないと。許してくれるよね。